お久しぶりです。めっちゃ久しぶりです。あ、しもたけさんありがとう。え、嬉しい。ぎゅうちゃんさん嬉しい、かわいい、ありがとう。嬉しいですね。うん、結構なんかちょっと場所が、なんかあまりね、光加減が、いや、じゃあハイパス見てるよ。なぜんたん、ハタありがとう。驚い、嬉しかった。モノピータありがとう。アクスタ本当？めっちゃ久しぶりな気がする。うん。めちゃくちゃ久しぶりです。久しぶりです。わかり。楽しみ。え、嬉しいよ、しがたん。そう、アニメのエンディング主題歌。嬉しい。嬉しい。カツありがとう。こちらこそ。イチラブ、ほんとか？夜しか、夜しか、夜寝れたら十分だよ。お母さんちゃん、嬉しいよ、のピータン。嬉しいです。お母さんちゃん、嬉しいね、リバさん。ラブ。トシさん、結婚して。もう夜も寝れたんなら、もうリエチのことなんてもう、いいんだよ。あ、二段。え、嬉しい、ユナイテッドさん。え、もう本当に、ユナイテッドさんの嬉しすぎて、もう一緒に寝てますもん。ありがとうございます。よ、枕の横にはあるよ。トンノさん結婚して。え、でもトンノさんなんかね、いろんなとこでよく発見するから。あ、まあ、浮気ってとこかな？ちょっと考えるね。頑張ってください。嬉しい。愛のもそ見ました、もちろん。はるさん、ありがとう、くまたん。嬉しい。今、すごいですよ。もう本当にすごいですよね。森下選手の、なんか本当に早くてびっくりした。球場で見たとき。動画、あ、もう見てるよ、全部。シアケンさん結婚して、浮気症だからな。心配でご飯3杯も食べられたら、それはもう大丈夫。うん。それと、え、嬉しいデニムね。マイさんと、どうでしょうね。どうでしょう。よしかったありがとう、アンダーさん。レジカンプファン。僕対、嬉しい。最後ぜひ。HM さん、ありがとう。モノピータ、ありがとう。結婚して。ちょっと考える。モノピータ、リアのこともっと好きに言ってくれるなら考える。え、10円パン、え、そう、今日行ったんですけど、迷った。食べようかなって思いました。食べようかな、どうしようってとこまで行ったけど、結局私はかき氷食べました。シャチタン、とかなおちゃんもいたんだけど、シャチタンは
何食べたっけ、スチタン、あ、カステラ食べてた。で、かなおちゃんは、削りいちごみたいな。ランチ、え、いいな。助けてください。こちらのセリフです。とうかさそう。ゆしかたんありがとう。お話し会のこそ。嬉しい。いやー、なぜんたん、本当に。ありがとう。嬉しかった。なんか、うさぴょんなってて。なんか、紫と白で、可愛かった。僕隊嬉しい。リア充はまだまだってな。そうなんですけど、皆さんにね、ご報告があるんですよ。ちょっとぽくなってるね。やっぱちゃん？やっぱちゃん、いつか、やっぱちゃん。ご報告あります。なんと。なんと。明日、黒フェスがあります明日黒フェスがあります明日黒フェスがありますしたほんとにもうほんとにずっとやりたかった曲がもう昨日発できるので、ほんとにもう来てほしいです。心臓悪すぎる。ほんとにほんとにほんとにもうやりたかった曲ができて、本当に幸せです。もう絶対見に来てほしいな。あ、てるいさん結婚して、あれ？いつからありやったの？本当に？本当に？本当ですか？本当ですか？え、そうなんですよ。もうめちゃくちゃ嬉しそう。まだ帰れず、もうぜひ来れたら、ね、うちは、え、本当？嬉しい。本当に、もう嬉しすぎて、もうあの曲が、まさかまさかの、ここまで言ったらもう、あれかな。キャッチ結婚して、入隊許可ダメでしたか？でも、てるいさんはいろんなとこ行ってるからな。みやたん、あー、さつかたん。久しぶり、さつかたん。さつかたん、久しぶり。早く会いたい、みんなに早く会いたい。幕張かな、次会えるのは。スーさんありがとう、キャルちゃんありがとう。これからバイト頑張って、本当に大変。スーさん結婚して、いや、スーさんね、でもいろんなとこ行ってるのは本当にスーさんやばいですよ。なんか最近、なんか丸原優乃ちゃん、もう丸原優乃ちゃんとこに行ってるのなんか見たよ。丸原優乃ちゃん、村原ゆうなちゃん、村原ゆうなちゃん、ちょっとダメですね。ハルさんありがとう。名前戻しちゃう？名前戻さないで本当に家のこと好きで言ってくれるの？コージパンさん、シュヘタありがとう。ハートありがとう。さっき言った思い下げて、ほぼ全部言ってるやん。そうそうなんですよ。でも行けませんよ。え、嬉しい、22日。何のことだろう、ダメだよ。分かってるもん。あと、すき焼き？もう、てるいさんも良くない。ほんとに。ビアピョン隊じゃなかったの？すき焼き、好きじゃなくて、すき焼きなのね。もう、知らない。え、ちょっとバッツンかもしれない。と
尊い、嬉しい、ありがとう。りゅうちゃんが本当それ本当ですか、本当ありがとう。お話か理由本当言ってくれる、ハートありがとう、ひらぎはたさんありがとう。すき焼き、目だけ配信にしようかな。お話が緊張、お話が緊張しないで。お話したことない、取ったんじゃないの、お話券のチケット取ったんじゃないの。ひろっちさんありがとう。リアチュー剣が本当？寺月さんありがとう。リアチューコール頑張る。違うでしょ。ねえ、ビンゴの神さん。リアチちゃんと、ゆうなんたんと、ひめなちゃんのコールを頑張るでしょ、そこは。バレバレだからね。リアちゃんおひさ、あ、ミヤヒーさん。久しぶり、リアちゃんとお話、もうするよ。お見通し、お見通しだからね、みんな。埋め込む。CD を買ったんだよ。リアチュー何でも知ってる？知ってるよ？みんなの浮気事情。そんなことないよ。バレバレだよ。ナオさんありがとう。マイケルさんがリアチュー強く、え？何話す？え？よく話してますかね、私。どうなんだろう、何のことか。ダメ、やっぱラリーだ。ほんと？リアチューは何に話すんだろうね。え、マイケルさんと、でも写真撮ってく、撮ってほし、撮るときだけ、写真いいですかだけですよ。わかんない、撮ってもいかないか。あれ、大工さんありがとう。ビンゴの神さん結婚して、うわ、何股？何股ですか？何股ですか？本当に？何股ですか？俺の嫁や、何人いるんですか？ハンシタン、ありがとう！結婚して。まあ、ハンシタンの本命は、イデカナオちゃんじゃないの？気を使われ、え、そうなの？丸原ちゃんって言った？嬉しい。もう丸原ちゃんバレバレなんだけど。俺のリーチ考えよ。奥さんとは先週話したけど、あ、ミーティングですか。ファミリーチ行く、またそんないないから。サンキちゃん6人も行くんですか。もうそれはありえません、ありえません。丸原って誰なの。もうバレバレ、みんなは監視中です。奥さんと会いたい、奥さんと会いたい、本当に奥さんと会いたいよ、奥さんと会いたいよ。え、嬉しい、昨日プレゼント送って、嬉しい、本当にプレゼント、本当に本当に心の支えになるの嬉しいです。ありがとう、送ってくれた皆さん。怒られるんでしょうか。奥さんの舞台見に行きたいんですよね。ダメかな、今日もリエチがする、ほんと？確かに、アキさん耐える、あ、なんか考えるだけでウキウキしちゃうわ。え、でも幕張、あー、でもどうなんだろうね。待って、どうなんだろう。え、確かに、でも明日クロフェスで会えたいなみたいなこと考えたんだけど、明日は日帰りでした。もう本当にもうやばすぎるよ。
だって、ね、当日に入って当日に帰るって結構厳しくないですか。なんか本当にもう移動がしんどいです。移動が大変です、本当に。ね、新幹線。日帰りが普通。まあ、そうなんですけどね。あ、沖さん、サプライズ登場。確かに。いや、新幹線はね、寝れないんですよ。新幹線ね、すごい、ね。え、でも今日、あのね、過ごせそうとなりました。バス。本当に。お手紙も、え、嬉しい、本当に嬉しいです。オンビーさん、ありがとう。え、嬉しい、本当に。嬉しい、嬉しい。お決まりコン、え、見たい。行きたい。沖さんに聞いてみようか。沖さんに、LINE で。沖さんって、マイケーさんの、生誕祭出ちゃったりするんですか？おきちゃん。ありがとう、ありがとう。寝たらありがとう、起きません。寝たらありがとう、起きません。え、今日本当に寝過ごそうとしてさ、もう、こんな、もう、なんかもう、ね、もうなんか本当になんか起きた瞬間気まずかった。なんかもう周りに人ばっかりいたから、本当にもう満員って感じだったから、なんか、その時の自分やでね、なんかもう、なんかもう、隣にも前にもみんないて、もうどこにもいて、もうめっちゃ近くにいて、自分がね、なんかもう記憶にあるんだけど、これはこうって本当に恥ずかしくて、でまた、あ、眠た、眠たいと思ったらまた寝て、でそれでなんか夢でも見てたか知らんけど、なんかボタン押すの忘れて、なんか通り過ぎてるみたいな。なんかバスって押さなきゃダメじゃん。なんか次の駅。それ、次の駅押すの忘れて、なんか降りる場所を通り過ぎた夢を見て、なんか目ガンガン開いて、あっって、あってわからん。ちょっと説明が下手くそなんだけど、とりあえず、こうやってなんか下向きで行ったら、急に、でもめちゃくちゃ顔開いて、なんかびっくりして、変な夢見て。ちょっと待ってね、ちょっとよくわかんない。あ、団長。ボタン押してください。寝るから。本当に。で、そう、目を、あーってなって、そう、起きた瞬間、前の人と目が合っちゃって、あー気まずいってなっちゃった。本当に気まずい事件何回か来ちゃった。最高。スクショタイム？ちょっと今日顔やばいかもしれない。顔がやばい。なんか顔今日めっちゃむくんでる。どういうことだろう。顔がむくんでるよ、助けて。明日黒フェスっていうのに顔がむくんでるんですけど。3、2、1 H ポーズ。ちょ、今日可愛くないから。あれかも。気まずちゃうね。新王者出た。嬉しい。え、そう、前の人と目があって、あーって、もう叫びたくなったの。気まずすぎて。そっから逃げ出したかった。本当に気まずかったです。なんか、気まずかったです。
とにかく気まずかったです。なんかもういろいろと気まずかった今日は。なんかなんだっけ、いろいろ気まずかったんだよね。もう普段もうずっと気まずいこと送りすぎちゃって、腹から先越してどうしよう、浮気ばっかするから NG、 YouTube からレスまで前の人、そうかな、リア中、リア中です。あ、男女読みます。今気づいた。13位テラスキさん、パチパチ。12位ヒロッチさん、パチパチ。11位次のスーさん。10位ヨシコタン。9位オンピータン。8位ダイクさん。7位ユキユキさん。6位シエイさん。5位瀬戸内プレンちゃん。4位ゴンチさん。3位ハルさん。2位ユイチさん。1位はトーノさんです。ありがとうトーノさん、ありがとう。結婚してる人みんな浮き、確かに結婚して送りつける人みんな浮きしてる。他のルームでも送ってるってことだね。スキマロ明日早く応援したいです。明日本当に来てほしいです。明日も本当に大好きな大好きな曲を披露できて嬉しい。初披露のあの曲、いけー。結婚しては挨拶、うわいけない、気軽に結婚してって送るの本当に良くないと思いますね。気軽にそう告白するのも良くないですね。もし信じたったらどうするの、本当だってダメだよ、気軽にね告白するなんてダメだよ。デックさんありがとう。ここですかね、もういろんなとこ見てるからね、本当に。もう本当にみんな、もう、やっぱり結婚してって、なんかもう、投げる方は、もう、全員浮気魔。本当に。本当に、良くない。じゃあね。